よし、蘇生はうまくいったようだな。目覚めたばかりで混乱しているだろうが、時間がない。ワームホール採掘機の起動シーケンスが終了するまでに要点だけ説明しよう。いいか、君にはこれから別次元へと行ってもらうことになる。いや、疑問はもっともだが、問答している暇はない。黙って話を聞くんだ。この写真を見ろ。1968年のベトナム北部のとある町でアメリカ軍部隊に同行していたジャーナリストが撮影したものだ。撮影者はすでに死亡している。写真の怪物に殺されてな。その怪物はもともと我々と同じ人間だ。信じられないかな。セクションではそうして怪物化したものをワンダラーと呼んでいる。未知の生命体に寄生されたことでそのような姿に変異したのだ。ワンダラーは非常に強い凶暴性を持ち、遭遇した人間を見境なく襲う。そして厄介なことに、ワンダラーを破壊しても寄生した生命体は死なないのだ。放っておけば連中は瞬く間にその個体数を増やし、人類の脅威となるだろう。だが幸いなことに、今回彼らが現れた地域はアメリカと戦争中のベトナム領内にあった。おかげで我々は派遣軍に紛れ込ませる形で迅速に対処部隊を展開。対象を完全に排除し、その作戦行動を各地で散発的に発生する虐殺の一つに見せかけることができた。無論セクションが奴らの発生を感知できたことには理由がある。私たちはこの未知の生命体のことをもう何十年も前から知っていたのだ。そして奴らが生息するもう一つの世界のことも。こちらの世界とよく似た姿を持ちながら住むのは亡者たち。地獄のような場所だ。私たちウォーデンクリフセクションはおよそ30年前に初めてその世界へとつながるワームホールを観測して以来調査を続けてきた。なぜならワンダラーから抽出できるクヴァンエナジーは世界のパワーバランスに影響を与えかねないほどの膨大なエネルギー資源であったからだ。半年前 XOF の襲撃を受けた君たちのマザーベース上空に巨大なワームホールが発生。あの一件で我々はその世界の位置座標を特定した。そうして研究開始以来初となる有人調査隊カロン部隊を派遣する運びとなったのだ。だがカロン部隊は派遣からしばらくして完全に消息を絶った。セクションでは全滅判定を下している。君に依頼する任務は2つ。カロン部隊が残した研究データとクヴァンエナジーの回収。そしてもしカロン部隊の生き残りを発見したら救出することだ。本来ならもっと多くの人員と装備が必要なことは承知している。
だが準備する時間がない。地獄の門番に追われているものでな。それに今あるエネルギーでは人間一人を送り込めるだけのワームホールの生成が限界だ。断りたいが、だが無理だ。君にそんなことはできない。なぜなら君は先ほど話した未知の生命体にすでに寄生されているからだ。君も怪物にはなりたくないだろう。ならば私に従え。カロン部隊の研究データにはワンダラー化を止める手段も記録されているはずだ。採掘機の準備が整ったようだ。向こうに着いたらまずはカロン部隊が使っていたベースキャンプへと向かえ。他の細かい指示は全て無線を通じて行う。では地獄で会おう。グッドラックキャプテン。緊急時スリープモードを解除します。再起動開始。支援用プログラムバージル89再起動完了。34日と9時間12分2秒ぶりの帰還です。成果の報告をしてください。よく確認を。彼らはカロン部隊の隊員ではありませんよ。端末の反応を検知しています。接続を行ってください。セクションとの通信接続を確認しました。パーソナルデータを取得。カロンの船へようこそ、キャプテン。まずは自己紹介から始めましょう。私は独立型作戦支援用プログラムバージル89です。以後よろしくお願いします。化け物の次は喋る機会とはな。驚くことはない。
彼女はもともとカロン部隊に支援 AI として同行した機体だ。ここでの合流も予定通りだよ。内蔵データベースに適合する音声を確認しました。お久しぶりです、グッドラック。ああ久しぶりだな、バジル。目覚めて早々悪いが、君に新たな任務を与えたい。詳細はそのキャプテンの母。これは想定外のことが起こった。バーノホールが閉じようとしている。おそらくエルーゲンの仕業だ。バージル、キャプテンの任務のサポートは君に引き取る。頼んだぞ。グッドラックからの無線が途切れたのか。大丈夫なんだろうな。問題ありません。キャプテンの任務のサポートは私が引き継ぎます。先ほど接続した端末から任務に関する情報はダウンロードしました。サポート体制はすでに万全です。情報によるとカロン部隊はすでに活動を停止しているようですね。キャプテンの任務はカロン部隊のデータおよびクバンエナジーの回収、そしてディーテ世界の調査と生存者の救助以上で相違ないでしょうか。さっきから当たり前のように二人で話しているが、何なんだ。二人であることに何か意味があるのか。意味は不明です。本来私がカロン部隊の作戦に参加していた際は彼は存在していませんでした。そこから導かれる推論として、彼は私が緊急時スリープモードに移行することを余儀なくされた突発的な事態の中で必要に駆られて生み出された人格であると考えられます。それでその突発的な事態というのは。不明です。その際にカロン部隊の作戦支援中に獲得したデータは失われました。ならお前は一体何がわかるんだ。私たちは特殊作戦の支援 AI として設計されました。今後キャプテンたちが作戦行動を行うにあたって有益な情報を提供できるでしょう。じゃあ早速有益な情報とやらをくれ。俺はこの場所やここで見た怪物ども何もかもわからないことだらけなんだ。お前の知っていることは話してもらおう。ここはワームホールの先にある世界であり、便宜上ディーテ世界と私たちは呼んでいます。これまでの調査の過程で判明していることは、ディーテ世界は地球とよく似た環境を持つ世界だということです。ですが地球との決定的な相違点としてワンダラーや塵が存在することが挙げられます。塵？ディーテ世界の大部分を覆っている成分不明の微細な粒子で構成されている霧状の物質のことです。人間に対して非常に強い毒性を発揮し、何の対策もない状態では人はこの塵の中ではまともに活動できません。ここから元の世界に帰る方法は。方法はありますが、現在それを実行することはできません。なぜ。機関には大型のワームホールを発生させる採掘機を起動する必要がありますが、実行のための情報が不足しているからです。カロン部隊は採掘機での帰還を前提に活動していましたので、キャプテンの回収するデータの中にその情報が含まれている可能性は高いと思われます。やはり俺にはお前の任務に協力する以外の道はなさそうだな。探索は手分けして行おう。カロン部隊のデータとやらを回収してくればいいんだな。僭越ながら意見を申し上げます。探索はキャプテンが単独で行うべきでしょう。ミスターリーブ、あなたの身体に激しい炎症と思われる局所的な体温上昇を確認しています。長時間の作戦行動はお勧めできません。そんなことまでわかるのか。では方針は決まりましたね。早速任務に移っていきましょう。長い行程になりますが、千里の道も一日にしてならずですよ、キャプテン。それを言うなら千里の道も一歩から、もしくはローマは一日にしてならずでは。そうでしたか。失礼、キャプテン。どうやら彼女は事故の影響でデータに混乱が生じているようです。人間が生きるためには私たちと異なり食料と飲料が必要です。
適切なタイミングでの食料や水分補給を心がけてください。食料の確保に向かいましょう。端末のマップ画面を表示してください。マップではこれまで確認できた地形情報を表示しています。カロン部隊の記録は失われたため、未踏破の地域はあなた自身でマップ情報を更新していかなければなりません。また私たちのサポート可能エリア内ではあなたの現在位置を表示することができます。ただしエリア外ではその限りではありません。周囲の地形よりご自身の位置を判断してください。状況報告にはあなたの置かれている状況が表示されています。現在は食料と飲料の確保が必要な状態です。事態に合わせて情報が追加されますので定期的に確認してください。それでは食料と水の確保を行いましょう。利用可能な物資の位置を確認しましたので、まずはそちらを目指します。マップ上に予測位置をマークしましたので、ガイドマーカーを設置してください。ガイドマーカーを設置されましたね。このように目的地はご自身で設定していただくことになります。目的地に到着しました。それでは早速ハンティングして食料を獲得してみましょう。まずは簡単なレクチャーでしたが、今後の役には立つと思います。今回得た知識はサバイバルを生き抜く上では欠かせないものです。決してお忘れなきように。それではこの調子で任務を進めていきましょう。続いてはカロン部隊のデータ回収です。彼らはリーデ世界の各地に観測所を設け、そちらのメモリーボードへ研究データを蓄積していました。先ほどの探索中にそのメモリーボードの反応を検知しました。まずはそちらへ向かってみましょう。付近にメモリーボードの多数のワンダラーと対峙する場合は、クラフトしたフェンスなどの防衛ユニットを用い障害物越しに攻撃することで
転送によりユニットをあなたの目の前に出現させることが可能です。手に入れたメモリーボードのデータは私たちと有線接続することで有効となります。早速データの中身を確認してみましょう。解析完了。データの内容はワンダラークワンエナジーを中心としたディーデ世界の研究データと活動記録です。詳細については端末から確認してください。これでこいつの任務の一つは完了したわけだ。いえ、回収できた記録は全体のほんの一部です。全てのデータを明らかにするにはさらなる探索が必要になります。ですが今後の探索はこれまで以上に警戒を強化してください。あるいはこの地には私たちが想定した以上の脅威が存在するかもしれません。機械のくせに曖昧な言い方だな。回収したデータから何か分かったのか？メモリーボードと接続した影響で欠損していた内部メモリの一部が回復しました。回復した記憶によればカロン部隊はワンダラー相手に戦うのに十分な装備を持っていたことが分かりました。ならなぜ部隊は壊滅した？不明です。回復した記憶にはその回答となる情報はありませんでした。もっとデータがあれば記憶も完全になるかもしれません。カロン部隊に何が起きたのかを知るためにも引き続き探索を行っていきましょう。メモリーボードにアクセスしデータを回収してください。
メモリーボードのデータを獲得したことによって一部記憶領域の修復が完了しました。これによりエアタンクをクラフトできるようになりました。